ようこそ MS スタジオの M マリオさん開演だ。はい、どんどんパフパフでございます。 M さん、ドンパフでございますよ。はい、ドンパフでございます。可愛くないですか、私の VV たち。なんか一匹仲間違うのがいるぞ。私 EV は入れてないぞって持ちに。これ誰のだ。迷い込んだんじゃないですかね。迷い込んだの。え、何これ、野生の EV なわけねえだろ。誰のというわけで、ここの今画面上部に動き回ってる回ってるやつでございます。M だ。え、つまり M がスカーレットで私がバイオレットといい感じに分かれたんですね。はい、ということで、スカーレットの派、スカーレット派の方は M を応援してください。バイオレット派の方はエヴァニオを応援してください。そして、M なんてクソだバカだ応援するかバーカっていうやつはエヴァニオを応援してください。なんかイエーイ。はい、ということでやっていきたいと思います。ではまず最初に大穴確定崖です。やっていくと思います。ど、どうとはドンパフのどでしょう。集合1,2,3,4,5 V ポケポケモンリーグでございます。ポケモンリーグの A、まあ、言うなればこれ屋上ってやつですか。てっぺんでございます。てっぺんでございます。ポケモンリーグのてっぺんに、おります。でですね、大穴確定崖レース、こちらのルールを説明していきます。はい、こちらパルデアの大穴、パルデアの大穴はですね、周り一周、高い高い崖で囲まれているじゃないですか。まあ、でっかいの崖のところだね、あそこ。そうなんですよ。この崖をですね、時計回りに一周ぐるっとライドして、一番最初にこのポケモンリーグの今いる場所に戻ってきたら勝ちなんですよ。知ってましたか。そんなのがあったんですか。今からやる人ですよね。偏見だけどマリオ上手い人は、うん、早いはず。そうかな。超ド偏見。ということでね、エコライド VS ミライドンという構図でねやっていきたいと思います。ちなみにスタート位置はね、私がここにいるね、このポケモンボールの、はい、この真ん中のところ、バトルフィールドっていうのこれのど真ん中でございますね。このモンスターボールの真ん中のところからスタートしていきたいと思います。ミュージックは、先ほどまで、この MS スタジオのテーマ曲流しておりましたが、こちらも私の作った BGM ちょっとないい感じにね流していきたいと思います。はい、確かにあれだな。はい、そうそうそう、今気づいたんですよ私。これやばくないですか、これやばくないですか。今直しますから。はい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 、はい、大変失礼いたし、なんか動かなかった。なんか今背景が動いてる気がするけど、ちょっとそこはちょっとそこは、はい、目をつぶっていただいて、まあ、あれ、あれゲーム画面、あーゲーム画面、ゲーム画面、あれはっちゃれもへもへ。ちなみにですね、罰ゲームあります。なんでしょう。罰ゲームありますよ。負けた方は全力で、あの視点のポピーちゃんだっけ、ポピーちゃんのはっちゃれもへもへを可愛く言わなきゃいけないんです。なんかさっき言っちゃったような気がするけど、まあ、もっと可愛く言ってください。あれは素だったから。ウォーミングアップ、ウォーミングアップ。素のね。そうそう、素のって何？あれ発音練習だから。発声練習だった。水について、用意、スタート。はい、まずはですね、これあれですよ。まず全力ダッシュを決めて。どこに最初。どこに張り付くところから始まります。どこに最初あの張り付くかによって勝敗だいぶ変わってきますからね。ミムさん始めたばっかりじゃないですか今、あの僕のポケモン SV。 SV ね、図鑑はどれぐらい埋まってるんですか。私の方300いくつだっけ、380ぐらい。あと何匹で埋まるんですか。大体20匹ぐらい。早すぎないですか。何年ぶり、俺何年ぶりだこれ。最後にあのやった作品は何ですか。第4世代止まり。第4世代止まり。第4世代なんだっけ。順調に今接戦じゃないですか。なんか今接戦ですよ。今接戦ですよ。お互いに。お互いに。あとこれね、多分ね、一度差をつけられたら終わりだと思うんですよ。いや、そう、案外そうでもない。やばい、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。
では、次回の配信違うね、配信ごと置き終わらないでください。もう勝ち決まったからもういいやみたいなのやめてください、そういうので。何の話でしたっけいや、 M が図鑑埋まるの早いねっていう話を確かしてたんですよ。したらなんか次元が切り取られてた。そうなんですよ、次元が切り取られたって何、はい、いいじゃないですか。今私たちもあの古来と未来で戦ってるわけですから、次元ぐらい切り取られることがあったっておかしくないでしょ。あ、ここで差をつけていく。一緒じゃねえか何なら人ジャンプ分の差がある。待って、古来、ほら、未来が過去に追いついてない未来が過去に追いついてない。これぞまさにパラドックス。ね、だいぶ見えるんだよ。まだ見えてるからいいのよ。まだ相手が見えてるうちは。あ、声がどっから声出てる、声がどっから声出てるのそれ今すごい金切り音が聞こえたような気がする。どうやって出したのかわからない、謎の音が出た。金属音が出たよ。金属音、多分今マニョの特防がね、2段階下がった2段階下がっちゃった来るでしょうから。で、M 今どこなんですか。あ、そうそう。これ過ぎちゃったけど、皆さん学校行ってますか。え？あ、そういうこと？なんか気づいたら過ぎてた。過ぎてた？今いるよ。今いるよ私は。なんならね、一個言っていい。はい。着地したら終わりだ俺。嘘でしょ。最初衣装してたじゃないですか。あの私はね、多分ね、配信、あの動画配信的にいいのか悪いのか分かんないけど、多分ね、喋りすぎてね、操作よく分かんない、よく分からなくて、俺も喋りながら喋るんだけど、私多分あの配信者向きじゃないと思うんですよ。あの考えながら話すっていうことが、違う、話しながらなんか体を動かすっていうことがどうにもできないということで、喋りながら動かすことができない、一緒だね。では一応、一応ですね、果たしてゴールしたところにすでにいるのか。ウサギとカメ的な展開になっているのか、ウサギのカメ的な展開でマリオが一番最初にゴールするのか、絶対やんな。てかそっから止めるでしょ。行きます。俺がいるな。すげえ、なんか飛び跳ねてる。いるな、飛び跳ねてんな、ムカつくな。飛び跳ねてんな、それ煽ってんですか。実はエブの勝ちでございますね。何でしたっけ、罰ゲームはなかったんでしたっけというわけで、罰ゲーム早速いきますね。全力で、かわいいと、思う感じで、はっちゃれもへもへを、言わなければいけないということでね、やっていきたいと思います。はっちゃれもへもへ、はい、ということで、もう一周いきましょうか。もう一周いく、時間的には大丈夫そうなので、同じく時計回りでやるのではつまりませぬ。今度は
反対回りでやってみましょう。反対回り、これはね、私たち初の試みなんですよ。ここで、賭けを募集したいと思います。M のコライドに賭けるか、マリオのミライドンに賭けるか。これ絶対 M に賭けるだろう。倍率コライドン2倍、ミライドンは10倍でございます。あまりにもね、その、私が下手くそすぎるっていうことが分かったので、ちょっと同じ罰ゲームじゃつまらなくないですか。次はどうする。はっちゃれもへもへより恥ずかしい科学の力ってすげえを全力でそれっぽく言うっていうのはどうですか。なんなら最新の、ポケモンといえば、あの科学の力ってすげえじゃないですか。歴代の科学の力がね、乗ってるから。科学の力が乗ってますから、本当に今回科学の力すごいなって感じですけれども。なんならここにいようかな。ハンデつけた、この人。位置について、よーい、スタート。今度負けないですからね。せめて接戦繰り広げますからね。あ、なんかもう無理な気がする。おかしい、もう無理な気がする。マリオもう無理な気がします。マリオどこ行った。あ、ちょっと落ちる。落ちない。落ちたら失格だもん。はい、皆さんまた再放送でございます。皆さん学校行ってますか。そうですね、皆さん学校行ってます。視聴者層が学生とは限らないですよ。見てる方々が、このやってる方、方々、やってる方々もいい大人、20後半ですからね。うん、やば、ここ全然進めないじゃん。うん、今なんかちょっとよろしくないものを聞くというのがあるんだけど。うん、気のせいでございます。進めないじゃん。今我々あのレース、このレースのルール的に滑って落ちてはいけないし、配信もそう、あのつまらなくしすぎて滑って終わってもいけないし、かといえば今受験シーズンじゃないですか。世の中もう終わるのかな。うん、滑るとか言わない方がいいし、我々が滑ったら縁起悪いじゃないですか。身代わりに俺たちが滑る。身代わりに先に私たちが落ちておくと。あ、なるほど。なんなら落ちた方がいいまで。何を背負い込んでるんですか、私たちは。受験生の未来。そう、ね、受験生の未来、それ滑る前提で言っちゃってるから、まあ、そもそも受験生今この時期に見ちゃダメだよ。おっしゃる通りです。反対回りマジでやったことないから。そう、反対回りやったことないから、本当に反対回りに関してはまあ初見っちゃ初見なので、下手したらコースを間違えるなんてことも起こるのか。でも普通に一周回ってるだけだよ。ぐるぐる回ってるだけ、走ってるだけだよ。そんなコースアウトしたら、ちょっとジュゲムに来てもらって逆マークつけてもらう。それマリオ。それマリオ。これポケモン。同じ認定度だからギリギリ許されるかもしれないけど。ここどうやって進むんだろう。話題がなくなる前に、どの、ポケモン、どんなポケモン好き論争をやりませんか。いや、今作パルディアのポケモンで。パルディアのポケモン限定なの。いいですよ。パモとかわいいよね。パモとかわいいね。ぬいぐるみ欲しいよね。ぬいぐるみ欲しい。あ、落ちる。あのぬいぐるみ欲しいで言えば、今作ボタンってキャラクターいるじゃないですか。ボタちゃん、うん、やめろって言われる。ぬいぐるみでやめろし。ぬいぐるみではないですけれども、あの子が背負ってる VV のモフモフのバッグあるじゃないですか。 VV したカバンあるね。で今回のテーマにありますけれども、あの最初にお見せしましたけれども、
私かなり、EVs が大好きでございまして、だからあの EV のモフモフバッグ欲しいな、社員化して欲しいかなと思ってます。そうだね、私がこの今作のだけっていうと、そうですね、デカヌちゃんかな。おー、デカヌちゃん、待って、そんなこと言ってね、ゴールしそうですけど、はい、それでは運命のお時間でございます。先に M はいるのか、それとも私が先にゴールなのか、落ちそうだな行きたいと思います。行きたい、ゴーゴー、よっしゃー。いや、いるなまた追ってるし、この人怖いな、もうはい、どっちにしても私負けたねはい、オーロも袋もって言い方で合ってるのかな、いいのかな、私あの日本語全然ダメ負けました。これは往復なのか知らんけど負けました。はい、罰ゲームどうぞもう有無を言わせない、有無言わせないね。さっきはあのハッタレモヘモヘを全力で可愛くいかないという、今回は、科学の力ってすげーを、全力で、それっぽく言わなきゃいけないと、はい、こっちの方が私苦手な気がするな、絶対科学の力ってすげー終わり